JOCTV。 皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりました、 MyJOCTV。 進行を務めます綱啓斗です。そしてアシスタントの玉木そらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっほー、みんなこんにちは、ルンルンだよ。ルンルンちゃん、今日もよろしくね。お願いします。よろしくお願いします。この番組は JOC ジュニアオリジナルコンサートというコンサートに出演する子どもたちに注目し、普段の生活の様子を密着したり発表会の様子を紹介していく番組です。ちなみに JOC というのはヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが自ら作曲し、そしてその曲を自ら演奏するというコンサートです。ところでそらちゃんは好きな食べ物とかありますか？好きな食べ物はオムライスが好きです。オムライス美味しい。オムライス美味しいね。はい、好きです。キータくんは？僕はマンゴー、お肉、ハヤシライス、カレー。ちょっと普通一個でしょ、そんなの。まあ 俺も好きなの幕の内弁当だけどね。いろんなのが食べれるから。そうなんだ、大好きです。かわいいね。でもさ、給食で言ったらさ、何が好きですか、二人は？難しいね。考えてみた？考えてみた？私は、わかめご飯。わかめご飯。なんてこれ、あのさ、ちょっと待って、あの数ある給食の中からわかめご飯選ぶの？どういうとこが好きなの、わかめご飯の？なんかご飯の蓋開けたら嬉しくないですか？いや、嬉しいよ。じゃあケイト君は？僕はね、これもいっぱいあるんだけど、うん、ソフト麺、ミートソース、味、揚げパン、きなこ味、あとはバレンタインの時と、うん、あとハロウィンの時になんか特別に食べたチョコがかかったパンみたいな。年一の特別感もあるし、チョコも好きだから、それめっちゃ大好きだったね。普通1個だけ言うんだよ、だからほら、ずるいよ。こっちは、わかめご飯って頑張ってきたのにさ。ほんとだよ。ルンちゃんはもう間違いなくプリン。あ、プリン、もう給食にプリンが出たらもう本当に。あ、プリンなんて出た？そらちゃん出てない。僕も出てないかも。はっ、あと、これ以上言うとまたあれなので、またちょっと全然そう、では紹介お願いします。はい、ではまずはインタビュー VTR を見てみましょう。今回は愛知県在住小学6年生の加藤愛菜さんに密着しました。今回のどんな子なのか気になるね。うん、うん、それでは VTR どうぞ。ケイトさん、ソラさん、ルンルンちゃん、こんにちは、加藤愛菜です。よろしくお願いします。音楽の森へ行こう、大切な仲間たちとの簡単な解説をお願いします。友達と音楽の森に行って辛いことや嬉しいことをたくさんなどのたくさんの経験をして一歩ずつ成長していくことを想像して作りました。愛菜さんがイメージする音楽の森とはどんな場所？たくさん曲が流れていて、たくさんの楽器が置いてあって、音楽で楽しめる森です。大切な仲間たちとは現実のお友達？それとも架空の仲間たち？その仲間たちはどんな人々か教えて。現実の人で、エレクトーンやレッスンで友達になった人です。エレクトーンを始めたきっかけは何？お母さんがエレクトーンをやっていて、生まれた時にもうエレクトーンが置いてあって、自分もやってみたいなと思ったからです。他の楽器にはないエレクトーンの魅力があれば教えて。エレクトーンはたくさんの音を出せて、たくさんの曲を弾けるところがすごいなと思います。モチーフ即興が得意と聞いたんだけど、モチーフ即興とはどんなものなのか教えて。2小節ぐらいの短いモチーフで、そのモチーフを活用して
2、3分の短い曲を作っていくものです。モチーフ即興のどんなところが楽しい？短いモチーフだけど、それを使って自分だけの曲が作れるところが楽しいです。どんなジャンルの音楽が好きですか？クラシックです。好きな歌手や好きな作曲家がいれば教えて。好きな歌手は好きなアニメの歌を歌っている堀越せなさんと藤代理恵さんです。それで好きな作曲家は命の歌を作った村松貴嗣さんです。遠くに住んでいるお友達と文通をしていると聞きましたが、どんなやり取りをしているの？日常生活の面白いこととかエレクトーンのことをやり取りしています。文通をしているお友達に会えたら一緒に何をしたい？一緒にアンサンブルをしたいです。憧れの人はいるの？またその人のどんなところに憧れているのか教えて。憧れの人はエレクトーンの井上春之くんで、井上くんは自分の演奏で自分も輝いて人も笑顔にするところがすごいなと思います。エレクトーン以外に興味のあることは何？いろんなアニメを見ることです。普段何をしてる時が楽しい？友達と一緒に共通してることを喋ることが楽しいです。中学生になったら頑張りたいことはある？楽曲をもっと個性的な面白いみんなが覚えやすいものを作っていきたいと思っています。先生のどういったところを尊敬していますか？優しく明るく楽しくいつも教えてくれて、私のことを一番考えてくれてるなと思うところがすごく嬉しいです。自宅での様子を撮影してきてもらったよ。今は何をやってますか？毎月月刊エレクトーン の絵の応募のやつをやってるので、うん、それを書こうとしてるんですけど、なんかネタというかそういうのが思いつかなくて、今考えてますか？はい、 はい、じゃあ楽しい絵を描いてください。はい。アイナ、何をしていますか？クッキーを作っています。はい。はい、こんな感じで、じゃあ今から焼いてください。見せてほしい。あるかいいだね。で、もう閉めてスタートしてください。はい、完成しました。はい、アイナ、こっち向いて。完成しました。完成しました。撮ってます。できた。なんかじわってた。じわってた。ちょっと気をつけてよ。はい。完成しました。はい。そんなアイナさんが7歳の時の演奏 VTR がこちら。
指導する布目先生からのメッセージ。ヤマハ音楽教室講師の野々目ともみです。アイナさんとは幼児科1年目で出会い、8年間一緒にレッスンしてきましたね。アイナさんはいつもエレクトーンが大好きという強い思いがあり、毎回のレッスンをとても楽しみにしてくれていて嬉しいです。今回の JOC 曲音楽の森へ行こうは、アイナさんの音楽に対する思いや音楽を通して出会った仲間たちへのメッセージが詰まった一曲に仕上がり、また宝物になる曲が増えましたね。これからもエレクトーンが大好き、音楽が大好きという強い気持ちを忘れずに、いろいろなことにチャレンジして頑張っていきましょう。アイナさんの成長を楽しみにしています。またレッスンでお会いしましょう。最後に将来の夢を教えて。エレクトーンの先生か、エレクトーンを使ってアニメの曲を作る人になりたいです。ありがとうございました。それでは曲紹介お願いします。はい、ありがとうございました。それでは音楽の森へ行こう、大切な仲間たちとをご覧ください。Thank you.
はい、というわけでアイナさんのインタビュー映像でしたが、そらちゃん、どうだった？エレクトーンが、やっぱりあれ楽しそうだなってまた思いましたね。なんか足も使って、手も使ってるから、なんか運動にもなりそうじゃないですか。うんうん、確かにね、楽しく運動みたいな、できるかなって思って。なんかでもちょっと弾いてみたいよね。あの、なんか楽しそうだよね。足ってさ、ベース音みたいつってリズムが入ってて、あと鍵盤があってとかだから、よく一人でバンドやってるみたいな感じだよね。いや、本当に曲作れちゃう、本当に作れてる、曲も、あ、そっか、もうできてるから、できてた。すごいよね、本当に。でもあのアイナさんはなんかエレクトーンすごい大好きだなって思うよね。なんか将来の夢がエレクトーンの先生とかって言ってたりとかさ、あとね、さっきね、文通してるって言ってたでしょ。文通してる相手は中でエレクトーンを通じて仲良くなったお友達なんだって、ね、すごいよ ね、 すごいね。音楽仲間ってことだよね。でも始めるとしたらさ、なんかでもなんか体使って元気にやるって感じで楽しそうでいいね。そうだね、エレクトーンはいろんな音だから、そうだね、一度は人生で弾いてみたいなって。そうですね、エレクトーンとお友達とさ、2人であのアンサンブルっていうのをやったらさらにいい音楽になりそう。いや、楽しそう、ね、それもちょっと見てみたいから、見てみたい、ぜひ今度ね、またいいアンサンブルとね、一緒にクッキーもやってほしい ね、 ね、そうです、絶対楽しいね、絵も描いてたね。絵も描いてたね、なんか何でもできるんだね。絵も描いて、クッキーもやって、クッキーもやって、女の子らしい一面もあって。クッキーとか焼く？焼きそう、焼いたりします。イメージ通りだとよかった。お菓子好き、いいね。お家でじゃあ妹ちゃんとか弟ちゃんに作ってあげたりするの？はい、一緒に作ったりします。あー、楽しそう。めっちゃいいじゃん。超いいね。さあ、続いては全国で活躍している子たちを紹介します。今回紹介するのは永井奈々さん、酒井優希さんです。それでは演奏 VTR どうぞ。Thank you.
今まで出会ったたくさんの友達が笑顔になれるように元気になれるようにと思って作曲しました。成功するのか分からなかったのでちょっと緊張しました。というわけで番組終了のお時間になってしまいましたが、はい、改めてそらちゃん、今日振り返ってみてどうでしたか？今日振り返ってみて、うん、やっぱりエレクトーンっていいなって思いましたね。なんかそんなに大きくないじゃないですか、うん、なのに、あそこからそういろんな音が出てきて、いろんな音楽ができる、うん、出てくるってすごいですよね。すごいよね。なんか他の楽器と違ってやっぱ特徴的、いろんな音が出るからさ、やっぱ特徴的だし、それがやっぱ魅力の一つだから、すごい僕たちも弾いてみたいね、エレクトーンね。というわけで今日もとても楽しい時間で本当にあっという間でした。では皆さん、また次回お会いしましょう。せーの、またねー。